今日ね、えっ、ー、と、ベストセラーになっている、りょう学長っていう YouTuber の人の、お金の大学という本を、えー、初めて読みました。えー、本当の授業で手に入れるお金の大学、りょう学、リベ大学長っていうね、えー、いう本を読みまして、まあ、だ,だいぶ話題になっていて、ずっと売れてる本なんでね、ベストセラーで50万部とかなってってめちゃくちゃすごいなと思ってるんだけど、えー、まあ、 何で言って本自体はよくまとまってて、初、え、歩、ー、的なマネーリテラシーが身につくいい本だなというふうに思いました。例えば、家についてもね、えー、いろんなことを言ってるんだけれども、まあ、リセールバリューがある家を買いましょうねと買うんだったら、リセールバリューがある家っていうの分かんないんだったら、賃貸にしましょうねとかっていうことを言っているんだけど、まあ、ちょっとね、その辺がおかしいところがあるなと思ってて、えーまあ、基本的には賃貸派っていう感じで賃貸を進めているわけだけれども、そのそのなぜその賃貸を えー、その、進めてるかっていう理由のところでね、えー、まあ、住み替えがしやすいとかっていうのはいいんですよ。住み替えがしやすい。家族、家族構成が変わったりした時に住み替えがしやすいから、その時の自分に合った、えー、広さの家に引っ越せるから、結果的に安く作ったっていいんだけれども、えー、このね、固定資産税がかからないとかね、えー、家賃のみで、うんぬんということ。えー、あるいは、えー、持ち入れかかるローンの金利は固定資産税がかからない。メンテナンスが必要ないとね。えー、そういうことは言っているわけだよね。 これはね、ちょっと違っていて、えー、なぜかっていうと、その、家賃っていうのはさ、大家が基本的にはローンを借りて事業としてやった家に住んでるわけね。例えば皆さんも賃貸に住んでるかわかりませんけれども、例えば、ー、家賃10万円の物件に住んでるとしたら、その物件っていうのは大家さんが買ってるわけね。大家さんが、その、 ローン、事業制のローンの権利を払って、固定資産税も払って、さらに修繕費も払って、で、その費用を計算した上での家賃が決まってるわけね。だから、あの、家賃だけ払ってるって言っても、固定資産税とか、あの、経由して払ってるわけよね、その家賃を経由して。だから、その固定資産税、賃貸だったらかかんないっていうのは大間違いでそれはその、わかんない形で、 払っているっていうだけで、それをそのコストとして転嫁されているってことは分からないで、その家,あ家賃っていうのはそのテストで買わなくていいなとか思ってるっていうのはちょっと情 <laughs> 弱っていう話になってしまうから、えー、そのプレミアムがね、乗った価格を払っているってことになりますので、えー、それはちょっとね、わざと言ってないのか分かりませんけれども、なんか賃貸がいいっていうふうに誘導するのはちょっとどうなのかなみたいなことを思いましたね。で、それ追加してはその投資として不動産投資みたいなのを進めているわけでしょ。で、まあその不動産投資って株、基本的には後配と株とかを進めてるんだけれども、その不動産投資もしたら いいいみたいなことを言っているんだけど不動産投資って一番いい不動産投資っていうのはその物件の自分の安い物件を買うっていうことねなねなぜかっていうと住宅ローンっていうのは庶民が使える一番いい金融商品なんですよ。庶民がねこうじ 住宅ロン減税とかもあって、しかも金利 0. 何で数千万単位の金借りられるっていうのは住宅ロンだけなのね。それはなぜかっていうと国の後押しがあって、その金融機関もその家の担保価値っていうのを大きく評価して、その個人の属性に対して貸すっていう方向にあるから、その非常に有利な条件で借りられるわけね。普通不動産投資しようと思ったら最初はね、2.9%とか3.9%とかそういう金利を取られて、その物件を買わなきゃいけないと。仮にめちゃくちゃ属性が良くもよくて、 でもまあ2とかああそういう金利を払って、まあ、しかもそれは住宅の原点、えー、で、まあ、もないし、で、その、断子とかもないし、そういった、その、不利なああ条件で金利を借り、金利でお金を借りて、事業としてやらなきゃいけないってことで、不動さん投資ってのは結構厳しい世界なわけよね。で、それでじ入居者がつかなかったら自分の責任でその、お金払わなきゃいけないし、で、その、空室損というかも払わなきゃいけないと。で、一方、自宅っていうのはさ、自分が住んでれば、その、自分に貸してるのと同じことなんで、その、家賃っていうのは、 その分、回収できてるっていう話になるわけだから、その自分の家がなくて、もちろんその実家とかがあってね、その家、家賃払う必要がないっていう場合は別だけれども、今、家賃が払っていて、でそれで不動産の投資するって人はあんまりいないよね。不動産投資家でそのじ自分の家が持ち家じゃないっていう人は少ないと思うよね。多少いる,いることはいるんですけども、住宅ローンってのは一番有利な金融商品なんで、それを使わないで他の金融商品使って不動産投資してるっていう人は、なかなか珍しいのかなというふうに思いますよね。 それはどういうようなその思想に基づくのかよくわかんないけど、自宅だけはその使わないみたいな住宅ローンだけ使わないってどういう思想なんだろうと思いましたけどね。っ、まあ、てな感じですかね。住宅ローンは結論としては、住宅ローンっていうのは非常に有利な金融商品で、不動産投資としては一番最初にやるべきこと。うん、まあその NISA、i d とかに続いてめちゃくちゃ有利な金融商品だただ一方でめちゃくちゃ高い家とか、その新田舎で新築とかだやっぱりダメだよね。 両さんの言うと、それ、その辺は私も賛成であって、その田舎の新築とかっていうのは、その土地代っていうのはほとんど価値がないわけで、で、建物をどんどんそのお金が安くなっ,って、あの、価値が安くなっていっちゃうと。そういう中で建物に2000万、3000万かけてっていうのは相当不利な転廃もできないし、いう話になるんだけれども、まあ、都,都心のマンションとかね、あるいは一個建てって,ってはそこまで値段下がらないですから、不動産投資の中では、まあ一番その、 金融商品としていいものっていうのをその使っていくっていう意味合いではその住宅ローンを組んでいくっていうのが一番いいわけだから、賃貸に住んでいてね、その不動産投資で事業生ローンでやりましょうってちょっとよくわかんないけどね、そんなこと思いましたね、うんてな感じですね。